あれ、ね、どこで総集編出すって言ったっけ。まさか今回ってます。てますえ私ジャドゥジャドゥになるで回ったちょっと待って俺なんか言ったいや今回しこれカメラやろうとしたの止めてよ早く。今こっちの話大事な話こっちの方大事だよね、うん、俺が今まだ閉めた閉めたよ。俺がちょっと今びっくりしたんだけど、うん、俺上着てたのよ、うん、まあ、ワンピースのパーカーとトレーナーとかね、うん、脱いだろ、うん、ジャルジャルやん、うん、どういうこと。どっちか分かります。ジャルジャルさんのそもそもジャルジャルさんが今学校なのか知らない。後藤さんの方ね、長ズボンだからさすがにそれは知らない。長ズボンは後藤さん、半ズボンは福徳さん。分かんないよこれ。ほんとこんな学校だよね。そうだよ。あ、そうなんだ。いいじゃん、なんかやれんじゃん。3人目ダメだよ。入れねえ。人目か。入れねえ。そうだな。いろんなところにすごいネタの中に入るんだよ。無理だ。メガネの知らんやつ嫌いやつって。無理だろ。びっくりした。無地なんだ今日。いやこれインナーだから。あ、インナーなの、うん、インナーで撮影してたの。してない、してない。撮影はしてないっけ。着てたよ。着てた。着てた。今暑いから、今日暑いからさ、これ脱いで、次あのトレーナー、お願いしますのトレーナー着ようと思って、たら、あれって気づいた。今日暑っ。今日めっちゃ暑いだって20度だよ。なんでこの人こんなパーカー着られんの。パーカー着てないの。パーカー着てられんの。られんのね。しかも中も長袖じゃん。うわ、長袖で、しかももう一枚着てんじゃない。いや、3枚真冬用のイカで具合じゃん。ねえこっちとら T シャツなのにね。イカれてね。20度ぐらいになるって噂でしょ。今日20だよ、マジで20。だってもう4月並みじゃない、マジで20度なんつったら。ねえ、ねえ、いやもう暑くなるんだねもう、うん、なんかすごいね冬が、まあ、冬も早く冬が始まるよってね言ってたのに、マキアラ確かにね。誰がマッキー。マッキーさん曲でね毎年言ってないんだよね別に言ってたえどんなだ冬が始まるよね言ってんじゃん。それ歌だね歌だね。そなのにもう夏でしょ。もう夏確かに早い。今日春の匂いしたもん。やばいじゃん。うわ、花粉じゃない。春の匂いっていいセリフ緊張しない。春の匂いするとき分かる。ない緊張しないよ。分かんない。何緊張する。緊張する。春の感じすごい苦手なの。俺俺事なんで。クラス替えとか苦手だったから。クラス替えとかの雰囲気分かる。ああ、まあ新学期が、まあ生活がガラッと変わるからね。そう、今日そのちょっと出てみない。今日出てないでしょまだ外。計算出たよ朝。出てたの。春だなと思わなかった。全然思わない。寒いなと思って寒くはないよ今日寒くはない。まあまあ朝どういう格好してたか知らないけど、マッキーも言ってたからね冬が始まるまだ始まってばっかり。ちょっとそれタイミング夏聞きゃ、それ夏でもそうだタイミングによっちゃ夏でもそうだ何の動画なのこれ。もうジャルジャルさんだったもんね。俺がただジャルジャルさんっぽいねっていうだけ。まあ後藤さんの方ね、うん、こう見たら、あ、だってほら半ズボンちょっとめくってみてよ。福徳さんみたいになるのかな。いや、めくるのこれをこれをわー、いいじゃん、福徳さんじゃんどっちで入らせてくれるんだろう半ズボンか長ズボンで。うん、何してんだよジャルジャルクイズできんね、どっち。あー、福徳さん福徳さん毎日めっちゃ走ってるの。あ、後藤さん福徳さんぜひでジャルジャルクイズできるじゃんどっちってどっちかなどっちかって。今もこんな格好してんじゃないまだたまに。何してんのジャルジャルクイズ。そういう動きするから後藤さん。どっちかなティッティッティッティディン後藤さん全然そんな動きするよ。どっちかな。今ほら首隠してるから俺ちょうど画面に。ジャルジャルアイランドにしようよこのチャンネル名。ジャルジャルアイランドジャルジャルどっちかな。福徳さんか後藤さんどっちかなあ、ほらやっぱ今でもこの服着てるよ。やってるよね、うん、この格好でね。何々するやつってじゃあタイトルにしとこうか。俺だもんねその真ん中の字入れてもう完全にインスパイアジャルジャルインスパイア系動画じゃん。マジインスパイア系、ね、ジャルジャルさん好きだな。ジャルジャルさん面白いよね。一番好きかもしんないな芸人さんで。なんか何も考えずに見れるよね。面白いよね。
最近あんま見れてないけど、なんか結構あのライブとかのさ映像めっちゃ上げてくれるじゃん。ライブ結局やっぱライブの方がやっぱ面白いんだよね。面白いんだよね。面白いよね。あれ本気ネタだもう完全にジャージャーさんだよ。マジこと、おそろじゃない。もうちょっと薄いのかな。だか来週もちょっとあの色が薄いかも、うちょっと。あ、色が薄いんだ。うん、あ、これで試験には結構やばいかもね。やばい。これで面接行ったらちょっと言われるかも。落とせます、その色って。漂白できます。漂白できます。今すぐでもできます。あー、それならいいね。今すぐでも普通にこれ多分ユニクロかどっかだから多分マジで一緒なんじゃん。行ってもいいか、もう一人行ってもいい、ね、じゃあさ、好きだけど、でも、ね、もう一人行ってもいいな思ってた。あ、だから七部で行けんじゃない。ああ、そうかも、ね、確かに同じ人はいらないから。そうそうそう、七部のページの人がいればいれば、ちょうどちょうどさ、ジャジャンさんにはなれるかも、ね、真ん中になれるよね。ここにしてさ、ほら、これ対応できるんだ。あ、いいじゃん。俺のズボン、これ対応できるから、なんでもほら。あ、いいじゃん。ほらこれでいいじゃん。面接ちょうど俺さ、これ首から上映ってないから多分だけど、そんな毛もなんか毛もちょっと剃れるかどうか。あ、全然剃れます、すぐ今ガムテープでも。あ、ほんと全然いつでもなら、もしかしたらありえるね。ありえます。あ、やった、じゃあ受かるか。うん、いや、受かんねえ。ケイさん入りたいからって。ケイさんも入りたいんでしょ、ほんとは。いや、大丈夫ですよ。俺が七部は俺が取っちゃったから、ちょっと好きで調べちゃうよ、さんは、ね、そりゃね、面白いね。面白すぎるな。俺すねで濃くなったの、マジどうしよう。やばいじゃん、脱毛行くみたいな話あったじゃん。ねえ、行きたいんだよ。行ったんだっけ。いや、行ってないよ、一回も。あ、でもあれ持ってる、ピーのやつよ、あの熱いやつ、ペッて。たまにやる。脱毛行こうよ。高いんでしょ。いや、俺が安いの紹介できるならその振りでもいいけど、俺安いの紹介できないの。脱毛っていくらなんだろうね。いくらなら行く。いや、あのね、俺知ってんの、医療脱毛と、あの股間周りだけでいいんだっけ。いや、でも本当にそう。え、股間周りもしたいの。てか、ケツがしたい、ケツ。痒くなるって言わない、あれ。わかんない。あと、このここね、へそ下ね。ああ、そこも行きたいの。別にこのさ、足とかはさ、別に自分でもそりゃいいじゃん、別にそんな。うん、医療脱毛となんか変わるみたいなやつなかったっけ。そう、医療脱毛の方が高いんだよ、確か。で、効果があるのが医療脱毛がある。あー、そっち行くわけ。イメージでも痛いんだって、そっちの。痛いし高い、確か。ガチだから。ガチじゃないよ、そんな。麻酔料金込みだって、麻酔とか必要なの。うわ、マジじゃん。うわ、そうだ、ガチじゃないのはだ、民間でしょ。ガチでも、それもガチだけど。俺、ここ安いか怪しいかな。6回16,800円。6回16,000円、そんな安いわけないじゃん。当日のキャンセル無料、だからビビっても平気。ビビりそうだな、確かに。いざいざとなったら。ファイヤー手数料も0円。ちょっと怪しいな、なんか。怪しいよ、それなんか絶対あるって。ねえ。そんな1万ないんだわけないもん。だって全部で多分10万、20万とかかかるでしょ、マジで。だからこれなんかあんだろうな。あ、ヒゲ3箇所6回で16,800円。うわー、これやられたね。エチケットゾーン5回7,600円。何回か通わなきゃいけないのかな。あ、そう、絶対そう、絶対そう。エチケットゾーンだって。お、大事じゃん。俺にとってエチケットゾーンはヒゲですって人は、ヒゲがこの値段かかっちゃうのかな。いやいやいや、そいつ信念強いな。エチケットゾーンの信念強すぎる、そいつ。なんで自分で高くなっちゃう。全身21万2500円。ほら、全身とかだと。でも全身はいい、全身はいい、別に。20万もすんの。へそ下って調べてみる。じゃあ、へそ下とか。へそ下ってエチケット、エチケットに入るんじゃない。それガチのやつ。ガチだったら医療の方。あ、医療で、てか医療じゃないと、その何、一応専門家だけど、その免許、あの医師免許とか、何、なんかわかんない、免許があるのが、あの医療脱毛。結局入ってきちゃうみたいなこと。え、入らないってことなの、この脱毛。永久脱毛ってどういうことなの。医療の方は多分そうなんじゃない、それの効果がついてるって。永久に入らないの。わかんない、俺もちょっと。それも怖くない、ほんと。いざって時に必要って時。いざって時必要。エチケットの毛がいざって時必要。毛ある男性の人、ちょくちょくいない、毛深い男性の方の方が好きなんです、ま、みたいな。毛フェチみたいな女性。いざという時ね。いざその人が恋人になって。なって。なんか毛さえあれば結婚できんのに、みたいな。くそ、なんで俺毛がないんだって。間に合わねえよ。なるよね。なんだよ、さ、いいよ別に。しかも俺も結婚してるよ、俺。うわ、でも奥さんが急に毛フェチになるかもしれないけど。ちょっと毛好きかも最近って、うん、そう。じゃあそりゃ
どんな状況それ。寝たちょっとあの2人みたいな子供、うん、もうちょっと2人寝たからちょっとって、うん、真面目な話なんだけどって、うん、私ちょっと先に怪我してっていう言われたらどうする。なんでそんな静まってそのあなたが言われるんだよ別に。別にで子供がこう見てて見てもいいよ。で逃げちゃう。その2人が気づいた瞬間に逃げる。どういう状況どんな状況だ。辛いよね、そんなの。辛いからないよ。辛いね。別にいいじゃないでもそれは。やった方がいいんじゃん。ねえ、もう、やろうやろうと思ってやってねえけどな。どっちか行けばさ、健康診断か、こっち。どっちかで言うことし。健康診断だよ。じゃあ健康診断行った方がいいよ。そうなの？え、健康診断ってさ、いつ行くべきなの？何月でもいいのあれ。4月ってのがやっぱ自分の気持ち的にみんなやってそうだから行く気分になるんじゃない？逆に？いや、混んでるのが嫌だから。俺何月でいいでしょ、あの。いや、でもわかんない。なんかさ、気にしてさ。強者みたいな感じ出すんだよな。健康診断強者みたいな感じで。マウント取るよね。健康診断。だって何月に健康診断マウント取るから。そうだよね。何月にいいんだから別に。でもさ、え、今来んのってなんない？なんない。空いてる時に行った方がいいやろ。1月はみんな病気ないでしょみたいな。なんかそういうこと言わない？いや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 。今インフルで忙しいのみたいなさ。うわ、思われたら嫌じゃん。時期外せばいいじゃん。夏とか。何時間で終わるんだろう、健康診断。30分とかあるでしょ。そんなもん食べなってるモデだわ。30分1時間で終わるの言ってくれじゃん。4月に行こう。では親もじゃあ3月行くわ。もう3月混んでんじゃない。なんだよ混んでんのかよ。3月混んで引っ越しも3月は混むし。なんで3月混むの。健康診断だって入社員の方が受けるとかさ。要は最初に入社にあたって必要だったりするもんね。あ、そうなんだ。転職するときに。じゃあ2月は。2月2月はもうだってもうそうそうないよ。2週間で行ける。取れねえか。2月3月とかなんかそういう。2月が一番多いんじゃない。イメージあるな。4月だよ。4月5月とか6月が一番多いじゃない。まあ狙い目かもね。5、6月にしようじゃん。でもゴールデンウィークとかあって忙しいな。で聞いといた方がいいだから。お医者さんとか病院に勤めてから。そうそう、何月がいいか。何月おすすめの好きね。聞いといた方がいい。結局どこに行けばいいかわかんないんだよね。市でいいの。わかんない。結局だからむずいね。何回この話すんのかわかんないけど。俺らの健康診断嫌がるやつ。早く行けよ。結果の話聞かせてよ。いやでも結果の話ってさ、お互いどっちかはすなんか悪くてさ、ちょっと言いたくないなって時にさ、一人がしちゃったらやっぱしづらいから、結果は言わないよ。言わないよ。さすがに。いや言わないよ。言えよ。だって一人かわいそうじゃん。二人ともあれだったら二人とも黙っててさ。行けよ二人とも。そんな年じゃないから、その皆さんが楽しめるような年じゃないのもう。なんかあるの。なんかで佐藤さんどうなんだろうね。マジで。え、最後言ったにするマジ。俺は新卒。え、マジで経つじゃん。マジで経つ。10年弱。まあ10年も経って8年ぐらいかな。うわ。誰さん。俺言うて5年ぐらいじゃない。前の前の前の。マウント取ってるやん。5年ぐらいじゃない。膀胱がやばいでしょ。気にはなってる。気になってるとこあるのやばいね。前立腺ね、前立腺。まだぷくっと吹けてんの。いや、なんか最近落ち着いた。あーもうなんか違和感はあったんだけど、ちょっと前ね。まあもう違和感もあるよね、みんな。ない方がいいんだけどね。怖いね。だから俺運動するようにしたよ。偉っ。偉くない。何運動行かなくていいじゃん、じゃあもう。ん、あ、じゃあいいんだ、うん、運動してるってことはもう平気ってこと。健康診断即日。あ、即日できるって。え、そんなとこあんの。ないよ、そんな。でなんかちゃんとしたなんか尿検査とかできなそうじゃない。食べちゃってたらさ。ああ、そうか。まあまあ行こうよ。そうそうさ。4月がでも一番やっぱ気分的にいいんじゃない。え、2月混んでるかな。でも予約取った日はさ、別にそれに合わせてやってくれるでしょ。時間で取れる店で行くわ。うん、家だったら2、3月行くわ。俺もう運動してんだよ、俺。偉くね。あの室内のさ、運動動画みたいなのあるじゃん、うん、結構いろんな人でそれやってるけど、室内ウォーキングみたいなさ。何室内ウォーキング。こうやっ て, こうやってやってさ、でももあげーとか、そう10分20分のやつ、結構やってる。週3ぐらいでやってる。最近やんの。なんかやっぱいい、調子がいい、体が軽い、筋肉ついてきたからか。でも行かなくていいじゃんね。あ、行こう。健康ってこと。ケイさんの会社受けさせてもらえば。代わりに。代わりに。代わりに。わかんないし。どういう理屈。ケイさんの代わりに受けます。意味わかんないじゃん。受けないの。受けねえ。あれよし、取って受けないのかな。
いや、あんじゃないの？でも別に吉本の人じゃないから。でもなんかあった気すんだよな、昔。そういう。そういうのあるよ、絶対。今しかもだってさ、さ吉本なんかいろいろだってさ、うん、変えたじゃん。が、あ、何？いろいろあってから。いろいろあってから社内体制変わってそうだから、なんかあんじゃない？あんじゃない？ねえ。ね。俺がないんだから、本当に。それが。うん。何にもないよ、俺。つてが。健康診断のつてなんてないんだよ、俺。ステとかいらないんだよ、電話せるんだよ。つて？病院。骨いらないの？健康診断。電話せるんだよ、病院。つてと骨いらないの？つてと骨いらないよ。いらないんだ。うん。ある？わかんない。やってはいいと思うけどね。うん。芸人さんってあんの？芸人さんじゃない？いいじゃん。どうだ、ないのかな？いや、あると思うけどな。ないの？あったほうがいいよね、だってね。うん。ちょっと受けさせてもらおう。やっぱ、ウーマンやめたらそれででかいね。健康診断が受けれないって言ってあるだろ。いや、せかしてくれるじゃん、うん、このこっからここで予約取ってくださいみたいなさ、ここですって。そこだけの契約とかないのかな、健康診断。健康診断契約、ああ、受けようか、それで2割。いや、高っ。高っだろ、マジで。しょうがないから、もうあるだろ。それで 20% しょうがないな。払うか。Kさんいつ受けんの、次。4月？いやいやいや、いつだっけ。もういつ忘れちゃった。来年じゃない。あ、もう受けたの今年。え、来年。いや、いつだったっけ、忘れちゃった。5月とか。去年か、去年か、去年やったかも。去年と。で、4月、5月だったら今年。学校って4月だったっけ。なんか早いよね、4月、5月ぐらいだね、学校が。学校行ったんだっけ。学校に来てくれんじゃん、なんか。ああ。で、集団でさ。いや、だったよな、でも。あったね、この先生は、とかあったもんな、なんか。なんか変な先生だみたいな。急に変な先生だ。先生あった。あったよね、先生。変な先生はいっぱいいたよね。学校の先生ってこと？お医者さん、お医者さん。医者？でしょ？医者の方か。わかんない、あんまり。動いてないの。まだ脱毛先にした方がいいよ。脱毛が先？そっちの方が億劫だけどな。脱毛相談もできるのかな、健康診断で。全然関係ないもん。はい。はい。何の動画で？ジャジャさんね。全然関係ないのや。よかったよ、あ、後藤さん。はい。はい。おしまい。いや、じゃあ意味わかんない。お願いします。チャンネル登録。